こんにちは、ケーブライト特派の星です。西山です。いよいよダービーがやってまいりました。はい、はい、まずは関東側から行きましょうか。そうです ね、 ね、まあ、担当のコースで、ね、やっぱり今だったのは、うん、あのジェネラル運動ですかね。ジェネラル運動ね、はい、まあ、もともと調教がけするタイプですけれども、うん、あの前回一息入って、はい、それを使われて本当になんか疲れもなくさらに良くなってきたなっていう感じがしますね。ダイナミックだったね。はい、直前、うん、まあ、先週も良かったですし、うん、直前も、うん、もう上の人が横を確認するような感じの余裕がある感じで、はい、だから、ね、俺はね、俺も結構コースで見させてもらったんだけど、担当じゃないんだけどさ、ステルビオ、はい、ものすごいなんか落ち着いてたし、馬も、うん、すだるい感じでシャープにあっさり、まあ、コバ相手に先着したし、すごいなんか順調だし、すごい良さそうなんだけど、はい、当日の気配自体がね、そうですね、かなりうるさいところだからね、はい、まあ、追い切りに関してはいいと思う、はい、まず次の問題、ブラストワンピース、レース格がパンクがいて、そうですね、どうですかね、あのこのままこう追い切ってくると、すごく変わってくるタイプなんで、うん、先週結構もうハードに追い切ったんで、うんうん、あの今週ちょっと変わってくるかな、変わってくるからっていうか、さらに良くなってくるだろうなと思ったんですけど、ちょっともうちょっとまだ絞り切れてないのかなっていう、まあ、動くからね、一応先着はするんだけど、はい、俺もちょっとまだなんか、そうですね、うん、あの半マイルからの感じだったら、もっとこのままなら弾けても良さそうな感じがしましたしね、ちょっと微妙だよね、はい、このままちょっと当日の、そうですね、あの馬体見た方がいいような感じの、はい、うん、すごいものすごいなっていうね、きっちり仕上がったっていう感じなのか、ちょっと1枚割り引きたいなっていう感じだったよ ね、 で、うん、これで結構池崎氏も気合いつけたんで、うん、これで変わってくれればなっていう感じはしますけどね、ね、はい、うん、当日の気配これは見極めたいね、はいはい、それこそゴーフザサミットっていうのはあんな感じでいいのかな、あ、ちょっと僕もあれ前回がすごく良かっただけ、うんうんうん、あのちょっと軽すぎる、そうなんだよ、実はさ、はい、あの動き自体はね、なんかシャープさ確かにあるんだけど、ちょっとね、物足りなさ、全体的に物足りなさが残ったんで、はい、まあ、前回がすごく良かったもんね、あの、まあ、その出来をなんとか維持してるかなっていう、まあ、あれ以上はないのかなっていう感じもしないでもないような、そういう方も確かにね、はい、うん、それはありますね、うん、はい、ちょっと微妙な感じあるね、はい、うん、あと国田球者合わせ馬やったんだけど、はい、申し訳ないけどこれどっちかっていうとコズミックコースの方がなんかちょっと良かった ね、 ね、はい、ちょっとね、ちょっと申し訳ないですけど王権もちょっと上積みはもうちょっと薄い感じなんだけど、上積みがあればコズミックコースの方だね、はい、うん、どうですか、関東まで西山はじゃあジェネラルウーノ、先生、ジェネラルとステルビオは、ステルビオ、この人だね、俺もそう思うね、はい、関東はで、じゃあ関西馬、行ってみますか、うん、関西馬がですね、うん、僕が一番よく見えたのは、全然ちょっと距離適正とか、どないすれば、うんうん、あれですね、ジャンダルマですね、ああ、ジャンダルマね、うん、まあ、もともとね、もう状況だけはもう、ね、抜群に動くんで、あの、まあ、同じ厩舎の北のコマンドルと2周前とかも合わせても全然問題にしませんしね、うんうんうん、はい、今週、先週も私、まあ、本当にあの、まあ、すごく調教で多分工夫されてると思うんですけれども、うん、あの前回よりも確実にこう折り合ってはいましたね、それだけはあの確認できたので、あの、まあ、前回、まあ、さらに距離を伸びますからね、そうね、その辺はちょっと微妙なところあるけど、はい、まあ、前回もすごく折り合っていい感じで走れてたんで、あの、まあ、状態面はいいんじゃないかなっていう感じはします。気になるってことね、いやいや、ね、あの印はつけないかもしれないですけど、ちょっとあの3着とかに打ってみようかなみたいな感じはありましたね、うん、はい、じゃあ無敗馬のダノンプレミアムどう見ましたか。まあ、だいぶ良くなってきてる、うん、まあ、まあ先週とかも結構いい感じで走ったんで、うん、いいかなと思うんですけど、今週ちょっと引っかかったのは、あのこっちはあのジャンダルムとは逆に外からちょっとプレッシャーっていうか絡まれたっていうか、うん、擦られたで、なんかすごくこう頭上げてちょっと危ない面を見せたなっていう感じがするんですよね。あの前回とか弥生賞の時とかはすごくゆったりしたフォームをしてて、まあ単走で何もなかったからかもしれないんですけど、すごくゆったりそうで走ってて、あ、これ距離持っちゃうんじゃねえかなみたいな感じは匂わせたんですけども、うん、今回ちょっと
あの道中ちょっと頭上げたりする仕草を見ると、なんかやっぱレース感覚がいった分、なんかちょっとそういうのはあるのかなみたいな。気象的にちょっと前向きだからね。そうですね。ちょっと半信半疑な面もあるということだね。あと、ハクネリアなんていうのはあれでいいのかな、選手もびっしりやってるから、みたいな感じあるんだけど、なんかちょっと追い切り最初軽くて遊び出てたような感じが、気持ちが盛りすぎちゃった盛りすぎたのかな、来るかなみたいな。まあ、ね、一周前にもちろんびっしり、はい、そういう感想がね、それ手のタイプ多いんだけど、はい、なんでもちょっとなんか遊んでたような感じがあるから、どうなのかなっていう感じもあったんだけど、まあ、俺実はね、北のコマンドール、はい、まあ、先週 BCG でやって、で最後春でしょ、はい、でなんか、まあ、硬いとかなんとかっていう話もあるんだけど、俺は追い切りはものすごく荒れてよかったと思う、俺は、はい、ものすごく毎日毎日まっすぐ、姉妹重点だけど、はい、しっかり伸びてたから、前回の体にちょっと余裕があったから、これ絞れてくればもう変わってくるなっていう感じがあるから、そうですね、当日また絞れてくれば、まあちょっと気があるんだよね、俺は。2週連続、まあやっぱりコースで中間ビシビシやってるからね。やってますからね。で、それで結構、なんか硬くなっちゃうのかなって思ったら、今回、販路で、あのすごくいい感じ。僕自体はリラックスした、なんかちょっといい感じだったな。デビュー戦と比べたら全然フットワークの感じとか、あ、そう。はい、フットワークの大きさとか全然違うんで、多分すごく良くなってるなと思うんですよね、はい、俺はよく見えたんだよね、意外と良、はい、くなっ、良くなってきてると思いますね、はい、サスキ賞はどうですか。いや、僕はまあ、この前もともと強い傾向それほどしないタイプなんですけども、ちょっと直前問題ない軽すぎたかなっていう感じはありましたよね。まあこの厩舎だから多分ゴール過ぎとかかなりこう、まあまあね、まあ、ちょっと負荷かけてきてるんでしょうけれども、ちょっと軽いかなっていうのはありますね、はい、やっぱり一番大きいレースなんで、そうなんだ、ね、どっかでこう強弱つけて、ね、やらないとね、はい、ハードにやった方が良かったんじゃないかなっていう、まあこの馬の気性とかそういうのを判断してのあれでしょうけど、ちょっとまあ軽いのは気になりました、2着は皐月賞、3秒ある、まあまあ順調な感じあるよね、はい、これはね、相変わらずね、はい、大きなフットワークで順調に来てるなって感じがする、はい、関西馬の中ではどうかな、はい、そうですね、あ、けど僕は北のコマンドールいいと思います、あ、本当、はい、あ、ありがとう、俺はね、本当に北のコマンドールなんだよ、関西馬の中でね、よく見えたのはね、本当中でもね、北のコマンドールだったんだよね、まあ、あとちょっとなんとなく他の馬はやっぱり当日の気配見極めないと、追い切りからはちょっと、なんとも言えないところ、なんとも言えないってわけじゃないけど、ものすごいいいよねっていう感じのは、関東馬の方がジェネラルのステルビオの方が俺一枚上だなって直前の意見に関してはね、はい、と思います。関東馬直近に関しては関東馬が今回一枚上だと思いますが、当然当日の気配は見極めてください。